警図へとは、日本の警察等において武器または、ホグとして使用される棒。警棒より長く、全長は90センチメートル、120センチメートル、180センチメートルの3種類が存在する。警備用の装備品であるが、犯罪捜査の際に遺留品を探すために矢部を、かき分けたり、応急処置の単価の芯としても利用されるなど、広い用途で使われている。 主に機動隊が装備するが、デモ活動の規制など乱闘が予想される現場には持ち込まない。民間警備員の護身用具は警防しか認められていなかったが、近年は条件付きながらも警戒杖という名称の警図を装備することができるようになった。形状は円棒であって 130cm690g 以下に制限されている。部隊を編成するなど、 集団の力を用いて警備業務を行う場合は警戒図絵を携帯することはできない。1927年、警視庁の弥生祭奉納武術大会において福岡県から参加した清水隆二の新党無双流上実演部が公表を博し、清水は警視庁の常実教師となった。清水は特別警備隊の軽常実訓練を指導した。 この形状術は群衆整理を主目的とするものであったが場合によっては武器としても活用できるように訓練された。ありがとうございます。